このスパイクはもしかして、あ、どうも。はい、どうも、お笑い部長です。あ、お仕事ぶりですね。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、このスパイクってもしかして、はい、これ僕のジェットスプリントです。今年の今シーズン、今シーズンこれでいこうと。はい、今シーズンはこれでいこうと思います。あ、なるほど、はい、僕が買ったのがあのソニックスプリントエリート2っていうやつなんですけど、はい、まあ、そういうの兄弟みたいなもんですよね。そうですね、いわゆる久保さんと僕は、あ、監督と僕は兄弟みたいなところです、はい、でこのスパイクってどんなスパイクなんですか。このスパイクはですね、あの、はい、桐生さんの、はい、昔のスパイクにちょっとあやかって作られたというか、はい、はい、まあ、まずソールはこんな感じで流れるような、はい、筋が入ってますね。そうですね、あとあんま癖がないというか入ってて、で全体的に見て分かるようにフラットなんで、はい、全然傾斜がないんで。さすがはソニックスプリントの兄弟さん、はい、なんか桐生モデルというか、そうです、基本ね、フラット型です、まあ、シューズに近いような感覚というか、そんな感じで走れるんで僕は好きです、ね。このアッパーっていうのは結構テカテカしてるんですけど、これはなんか締め付け感があるアッパーで、あー、結構ホールドしてくれる感じがあって、あ、その隙間が開かない感じなんですか。はい、もう足にめっちゃフィットしますね、このスパイクは。あとベルトもあるんで。あー、そっか、え、かかとロックみたいな、そんなことじゃない、はい、あ、でもかかとももともとちょっと細めになってる。あ、なるほど、だからフィット感がしっかり、はい、ベルトがあるんで余計。かかとっていうよりはちゃんと足首のロック、あ、はい、ここら辺の足元のホールド感がこのテープでしてくれる。テープがあると結構変わりますね。え、結構あれですか、サイズ感っていうのはなんかこう水野とかと比べてみると、あ、普通のアシックスよりワンサイズ大きいの買った方がいい。これの前は何入ってたんですか。この前は黒のインクスですね。おう、あ、黒のインクス履いて、え、ワンサイズ大きいサイズ買ったんですか。店員さんに聞いたら、普通はワンサイズもうちょっと大きいのかあげても、あ、なんか結構 ちっちゃい靴作られてるようで。あ、なら例えば水の黒のインクスが25センチなら 25.5 ぐらいの方が、ね、はい、もしかしたら合うんじゃないかと。合うんじゃないかと。なるほど、はい、で、プレートっていうのは結構硬いんですか。あ、結構硬いですね。硬いですけど走ってて、そんな感じないですね、フラットなんで。傾斜があると曲げなきゃいけないんで、その分硬さ感じますけど、この場合結構フラットについてしまえばいいんで、あんま硬さは感じないです、ね。おー、そうなんだ。けど反発力はしっかりもらえるような、はい、そんな感じです。このスパイク履いて、今年は目標の10秒84でしたっけ。はい、頑張ります。ぜひね、これで、はい、で今日この履いて SD も、あ、そうですね、するんですよね。はい、SD をしっかり頑張りたいと思います。わかりました。では、頑張っていきましょう。ゴー。はい、では早速 SD していきます。はい、彼の場合は結構フラット気味にスタート設置していくタイプなんですけども、まあそれでも本人曰く全然違和感なく前の方にね、しっかりと力が伝えられるっていう風に言ってたので、ものすごくいいスパイクなんじゃないでしょうか。皆さん、アシックスのジェットスプリント、ぜひ皆さんも購入検討してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらの方もフォローお願いしますね。では、また次の動画で会いましょう。